じゃじゃん。最近ね、ここ一週間ちょっと、10日間ぐらいかな。で、塗った、まず試し塗りのタロー、春バージョンと、メカブースカ1号です。そして今回、これはね、結構時間、3日ぐらいかかったかな、合計。塗ったのが、ちょっと君たちにどいてもらったー。どいてもらって、塗ったのは、じゃじゃーん。あ、見えない。もっとカメラ上に上げないと。シューン。はい。 こっちとね、下がまっすぐじゃないんだよな。OK。これですね。ウルトラマンネオスダークです。カメラが真ん中じゃないけど。はい。ウルトラマンネオスダーク。ダークネスじゃなくて、なんか、うん。ネオスダークネスってなんか変かなと思ったんで、ウルトラマンネオスダークってことにしました。今回はね、マスキング大変だったね。マスキングに半日ぐらいかかった。まあ、正確には3時間ぐらいだけど。 こんな感じです。まあね、マスキングしたから、パッキリとしてね、色分けはなってるんだけど、特に下半身をうまくいったかなって感じはあって、もまっすぐだからね。そう、これ辺とか、まあ、多少ね、こういうのあるんだけど、うん。元が、これね、ボロそこ、あのブースカと違って、ボロボロの素振りはね、あったんですよ。オフハウスでまとめ買いした中に、あの、あったやつ。うん。もう顔とかボロボロだったんだけど、画像もあるかなうん。 そうこうとか傷ね本当はパテで埋めた方がよかったんだけどまあ今回はそこまでやんなかったんだけどそうそうだけどねまあ,あ初めのねは塗料でなんかボコボコになっちゃうとあれだったんで傷があったから傷っていうか塗装剥げでだからまず最初に元の塗料をある程度滑らかにはあの装備用シンナーで落としていきました、うん、まあ完璧に落としたわけじゃなくて大体こうなんか滑らかになるぐらいに落とした感じかなでその後に えー、まずね、前回と違って、今回は下地塗装をしました。ベースグレーで、下地を塗りましたね、まず。うん。下地を塗って、その後に、えー、赤を、このブースカと同じ、ブライトレッドを塗ります。塗った,塗っ,たっていうか、スプレーで拭きました。はい。ベースをスプレーで拭いた後、ベースグレー拭いて、ブライトレッドを拭いて、その後マスキングして、あの、この赤い部分が、 だけマスキングする感じですね。こんな感じで。そう、その時、これ辺が大変だった。めっちゃ難しかった、この辺。胸から、この肩あたりが難しかったな。慣れてないから、まだね。徐々に慣れて、こう、なんかできるようになったんだけど。そして、マスキング完了して、背面もね、全部マスキングしたら、黒でスプレー拭きました。ブラック、ソフビカラーのね。で、拭いて、その後、マスキングをね、乾いた後に剥がして、 その後、ええー、と、またね、今度はブライトじゃなくて普通のレッドで、黒の上から赤を塗っていきます。やっぱね、黒の上に赤って塗りづらいから、ワンポイントぐらいじゃないとね、ちゃんとは塗れないと思いますね、これは。なので、やっぱ濃い色から塗っていかないとってとこはあ、あ、薄い色から塗っていかないとって感じかな。で、目を塗って、おでこの、額、額,額なんつうのかなの部分をね、塗って、カラータイマーも塗って、 ね、僕のこだわりとした足裏を赤にしましたはい理由はね赤い足裏が好きなんですよね靴とかうんなのであ,あとねもともともうちょっとね足がね閉じてたんですよねで不格好というかちょっと弱々しい感じだったんでやっぱ強い敵としてね登場させたかったんで足をドライヤーで温めて開いて真ん中に新聞つけて固定してで冷ますっていうかまあ普通に置いといてしばらくしたら外したら まあまあいいスタイルにはなったかなと思います。ちゃんと立つようになったし、最初は、ねまあ、ギリギリ立つぐらいな感じだったんだけど、もうちゃんと立つかなって感じですね。いやー、これはね、満足いく。まあでもまあ、まあまあまあ、まだまだかなとは思うな。でも、満足は言ってるけど、もちろんブースカとかタロウもある程度、あタロウはさすがに満足してないけど、ブースカとかはまあ多少ね、満足はしたんだけど、まあまあ、満足こそするけど、あいつくもあがくし、 よし、これからこの装備で遊ぶぞ。このね、ウルトラマンネオスダークをね、いろいろ使って遊ぶぞとは思ってるんだけど、まあ、もちろんね、改善する余地というか、もっとね、クオリティを上げる、うん、ことはね、できるんじゃないかなと思いました。えー、特にポイントとしては、えっとね、やっぱマスキングがやっぱうまくいってない部分がありますね。ここら辺とかね。まあ、それかな、問題は。うん、そうだね。まあ、足はわりかし、まあ、綺麗かなって感じはするんだけど、 で最後にね、クリアのね、もちろんトップコートを拭いて終わりって感じかな。やっぱね、艶出しをね、拭きましたね。艶出しというか、艶消しじゃなくて普通のね、艶出しを拭きました。ただ、元がボロボロのネオスだったんで、確実に良くなったとは思いますよ。うん。ネオスダーク。まあ、ウルトラマンダークのカラーリングを参考にして、まあ、それをネオスに落とし込んだ感じなんですけど、 えっとね、ここかいたいたねこれ買っちゃったんすよセブン・ツー・ワンフリマで買っちゃったんすよつまりってことですよね次作るのはもうセブン・ツー・ワンダーク作るしかないよねって感じですよねこのセブン・ツー・ワンもねまあこのね要素ほどは状態悪くないんだけどまあちょっと塗装ハゲがあるぐらいなんでまあ塗装は落とさなくてもいけるかなって感じはあるんだけど足は閉じちゃってるんでまあ開いたりこういうとこを落としたりはするんだけど そこまで、このネオスほど状態悪くなかったです。はい。この721ダーク作って、で、普通のネオスと721と戦わせるみたいな遊びで、はい。宿敵を作れるんじゃないかなと思います。今回のやっぱ、はんうん、反省点は、まあ、あと学んだことと言えば、なんだろうなぁ。やっぱマスキングするときれいに塗れるっていうのと、 マスキングは直線は割と楽なんだけど曲線とか細かい部分めっちゃ大変だったあと複雑な部分、まあ、まあパッと見複雑に見えないと思うんだけどこことかね地味にね複雑なんですよ大変だったよこれ結構腕と分けなきゃいけないしあと腕を外してからやった方が良かったかなとも思ったんだよな大変だったから外さずやった方が楽かなと思ったんだけど外してやって全部終わった後最後につけた方が良かったのかなって気もしますね うん、でも、筆塗りよりは完全にこういうパキッとしてね、あの、この、なんだ、なんていうのか、怪獣とかと違って、これウルトラマンとかってこの、このね、境目がね、まっすぐの方がかっこいいんでね。あの、怪獣は逆にそんな気にしなくていいんだけど、だからウルトラマン系の方が多分作るのは大変かなと思いました。塗装するのは。エアブラシとかでラフに吹くのはなかなかできないのかなって。まあ マスキングすればね、エアブラシ使ってやればもっと綺麗になるかもしれないけど。あとはね、まあ、顔とかはどうなんだろう。まあもう細かい、細かいこと言っちゃうと、ちょっとなんか目が荒いかなって感じ。そのスプレーの。もっと振るかもしくは、もっとね、スプレーをね、ちゃんと振って混ぜるた方が良かったのか、やっぱエアブラシじゃないとこれ以上は厳しいのかどっちかですね。ほら、ちょっと目が荒いでしょ、この粒子が荒いというか。ちょっとボコボコでしょ。 もっとピカーンってした方がいい。まあ別に僕はそんな気にならないけど、まあ気になる人はってところ。あとやっぱこれ辺とかマスキングがちょっとミスってるのかなっていうね。この肩の部分、ここね。って感じかな。うん。ただ形直してね、ね塗装のね、剥がれとかも直してこううまくできたっていうのは、ちょっとだいぶ進歩かなと思いますけどね。このレオとかはやっぱり、ね、装備の素材が違うのかな。800と500だと。 だから、レオとかうまく治んなかったんだけど、ネオスさんもっと温めたから、この時よりもっと温めたから、やっぱうまくいったし、こことかもマスキングしてればもっと綺麗になったはずだけど、ここはやっぱマスキングしてるから綺麗に、まっすぐいったのかなって感じで、こっからここまでね、こっちは艶消しだけど、まあ、進歩はしてるなって感じ。ただ、まあ、どっちもやっぱ、あの愛着湧いて気に入ってますけどね、なんだかんだ。やっぱ、かっこいいというか、うん、かっこいい、まあ、かっこいいけどね、これは。 まあこのレオはかっこよくないかもしれないけど、NG スーツバージョンね。ただこのネオスはね、かっこいいけどね、僕的には。まあウルトラマンダークのネオスバージョンだよね、完全に。ネオスダーク。うん、まあ今までい、まあいなかったし、ネットでもこれ作ってるし、今んところ見かけてないんで、まあ、初かなどうなんだろうね。あんまいないですよね。ネオスダークをわざわざ作ろうって、まあい,いるかもしれないけど、僕は知らなかったかな。 ネオスダーク。ただ、ネオスダーク作ると100、1 0 0セブー2ンダーク作んなきゃいけないっていうね。あの、辛さはありますよね。<laughs> これはね、マスキング、ネオスよりは楽そうなんだよな。セブン2 1のデザインの方はただ、問題なのは、顔を黒くしなきゃいけないわけだから、シルバーの部分が黒なんで、赤の部分にマスキングした方がいいじゃん。赤の後く、ねああ、黒の後赤服くよりは、赤の後黒吹いた方が絶対、色のノリはいいはずなんで、 だから、この赤い部分全部マスキングしなきゃいけないから、ちょっとめんどくさい。あの、いっぱいテープ使わなきゃいけない。でも、まあ、細かい部分が少ないんで、ネオスよりは楽と思います。まあ、まず形をこう、足開かして、ちょっと前後にもちょっとずれちゃってるんで、直して、ちょっと腕とかも直して、まあ、腕直さなくてもいいか。まあ、腕もちょっと直した方がいいか。もうちょっと開いて。並べたいですね。そして、手持ちの721とネオス。多分、状態いいのはないから、 この手元には、まあ、状態いいの買うか、まあ家のやつをちょっとリペイントして直すか。こういう、例えばこういう塗装剥げがあったら、ここだけ直すみたいなね。全部塗るんじゃなくて。そして戦わせるの楽しみだな。これは楽しくなってきた。うん。こういうオリジナルのウルトラマンたちだけで遊べるっていうのも楽しいですね。まあ、ま混ぜてもいいんだけど、こうね。まあでもちょっとサイズ感がね、どうしてもってとこあるよね。 これは触眼サイズ、800サイズ、500サイズだから。ね、ほんで、これも並べちゃったりして、こう、わけわかんないよね。ここら辺が今僕が塗ったやつかな。まあ、あとこのゴドラ。まあ、これはね、あの、直しただけだから、そこまでいっぱい塗ったわけじゃないんだけど。ゴドラ星人ね。ゴドラ星人なってるよね。もう足裏の名前が見づらくなってんだよな。合ってるよね、これ。ゴドラ星人だね。そうだね。 そう、これの500サイズソフビが今、超レアで、なかなか手に入んないんだけど、800サイズは割と手に入るんだけど、こんな感じで、ま、とそう楽しんでます。やっぱね、何がいいってね、ソフビカラー、ソフビ専用塗料、V カラーとかも含めて、今回スプレーはね、ブラックはね、V カラーでしたね。はい。やっぱり、ね、ベタベタにならないのはね、いい。専用塗料だから。ベタベタにならないっていうのがいいね、もう。 作ったらちゃんとそのまま永遠に残ってくれる。これとかももうだいぶ前に塗ったけど、もう全部大丈夫だし。ブースカももう作り終わってから5日、6日、6日ぐらい経ったの ?1 週間ぐらい経ったのかな全然大丈夫だし。ネオスとかは完成したのは昨日かな日曜の午後に完成したんだけど、今んところ全然大丈夫なんで、はい。はい、なんでまあ。 やっぱほら、黒の上に赤塗ると全然乗ってないし、色が。まあ、この後もっと重ね,るね塗りすればいいんかもしんないけど。まあ、一応今回はそこまでね、あの、赤にこだわってなかったんで。あと今回目とかもね、ウルトラマンダークって真っ赤じゃないんですよね。こんな黒っぽい赤だったんで、まあ、ちょうどよかったんですよ。もしね、ダメだったらマスキングしといた方がよかったかもしんないけど、これでいいんですよ。これでいいん、これでいいん。そう。まあ、おでこのとこも塗るか悩んだんだけど、やっぱネオスと言ったらね、このおでこの、この、 なん、なんて言うんだろうこれ。この部分が必要かなと思ったんで。はい。わー、悪そうだね一気にね。もう改造とかは一切してないですね。もうこのまま。ネオスのまんまで、柄もネオスのまんまでって感じ。ウラマンネオースおー、楽しいな、でも、こうやってオリジナルのができると。マスキングはね、後半ちょっと心が折れかけた、この。 左肩ぐらいかな左ね、左肩どこだ、ね、この辺、この辺多分ね、心がね、折れかけてた。あーって、なんか一回ミスったのよ。あの、黒くするところを間違えてマスキングしちゃったりとかして、あーって剥がしの剥がしてやり直したりとか、そう。で、これ、これを作るためにマスキング用の道具も買いまして、まず一つがマスキングテープ。18ミリを買いましたね。うん。ネットにそれがいいって書いてあったから確かにね、あの、無難でした。うん。それと、デザインナイフ、タミヤのやつを買って、 それとね、あと意外と便利だったのが、あの、先がこう曲がってる、先がこう折れてる、こういうね、こういう、あー、持ってくればよかったんです先が折れてるピンセット。で、あのー、細かい作業とかしたんで、剥がしたりとかもそうだけど、貼る時もそうか。と、あと、爪楊枝も使ったかな、こう、テープをこう押し付けるために。とかでこうやりましたね。やっぱデザインナイフで、ただ、あの、やっぱ、 マスキングプラモプラモのやり方はよく知らないんだけど、ソフビは直接貼って、で、このラインに沿ってこうね、あの、カッター、まあ、デザインナイフでこう、切っちゃってよかったんで、まあ、本体を傷つけないようにね、ちょっと、まあ、多少傷ついてると思うけど、穴開いたりしないように気をつけながら軽くね、やってこう、剥がしてって繰り返しました。うん。そう。軽く、は、軽くね、こう、って、切っていく感じ。 プラモは多分それだと傷入っちゃうからダメなんだよねで、あとね、なんだっけ。プラモはそれがダメなのと、あと、ソフビアはまあそのままいけると。あとね、オリジナルのこうラインを作りたい場合は、やっぱ、一回貼った上にこうデザイン書いて、そうやって切らないと。今回はラインがちゃんともう、あの、なんていうの、モールドが入ってたからやりやすかったけど、いずれね、オリジナルのね、デザインにするときとかは、それがないんで難しいです。あとそうそう、あと横がね、多少ね、塗装が。 うまく吹けてない。こう、上下でこう吹いたからね。うん。そこも、あとね、くっついちゃうね、下に。だからそこで割り箸入れたりとかしたんだけど、ちょっとそこが、もうちょっとかなって。あ、こことかちょっと塗装が、足裏塗った時に若干こっちに色がいっちゃってるね。まあでもあんま目立たないけど。肉眼だと結構見えるんだけどな。ほら、ちょっとこれね、ミスってるね。<laughs> ま,あまあそういうのもね。 思い出ですであと細かい部分ねマスキングするときはあのー、カッティングシートっていうのかなあのヘッキンとかで売ってるあのマットねの上に一回あのマスキングテープ貼って一回そこであの大体に切っとくんですよそれから貼るっていうや,やり方してましたいきなりね 18mm 貼るとかあと細いのわざわざ買うとかだとなんかもったいないんで一回ねあのマス マスキングテープを大体の形にしてから貼って切ると楽でした。まあネットの情報とか見ながらね、こういろいろやってきましたね。まあ、と言っても一つのサイトかな、大体見たのは。なんて名前のサイトか忘れんやっぱ、この横部分がうまくいってないから、もっとね、こう固定して横とかもちゃんとやった方がいいな。あとは分解してから塗るっていうのもありかな。そうなんだよね。それもちょっと考えていこうかな。 なので、ちょっとずつ進歩はしてます。はい。ただちょっとね、これでね、一回なんか満足しちゃった感はあるんだよな。セブンツーワンがいつできるかわかんないですけど。ちょっと楽しかったからね。もうなんか人なんだ、くみたいな。ただまだね、2万5千円くらい使ってるから、トリもっともっと塗らないとね、もったいないですよね。いやー、もうね、早くオリジナルスフービー作りたいですよ。ただリペイントとか改造とかも、改造もしていきたいね。オリジナルウルトラマン作りたいね。あの、この色違いだけじゃなくて。 もう、あの、成形、なんつうの造形が違うっていうのパテとかで。あこういう傷とまあ傷は正直ね、あんま直したいと思わないんだな、あの、タグ穴とかさ、別にそれは思わないんだけど、まあできればね、あの例えば、角折れとかの怪獣を、角直して、プラスもっとな角を長くしたりとか、パテでしていきたいなと思ってます。うん。まあ皆さんもね、ソフビ塗装ね、めっちゃ楽ですよ。うん。 あの、そんな、あの、レベルを求めなければ、あの、自分が満足するレベルで良ければ多分楽だと思います。あの、ソフビカラーさえ買えばってとこですね。ソフビカラー、V カラー、長島の。やっぱ専用塗料じゃないとね、ベタベタに、まあ、ならないのもあるんですよ。ソフビの素材と、塗料のね、相性が良ければ。ただ、結構みんなだね、ほとんどがダメになるし、その、試行錯誤してって、なんか相性いいの見つけるのも大変だから、 だったらいきなりね、あの専用塗料買っちゃった方が早いのかなって。僕もね、今まではちょっといろんなの作ったけど、オリジナルウルトラマンとか。みんなダメになったんだよ、ほとんど。中にはね、ちょっと大丈夫。ガンダムマーカーで塗ったやつとかで大丈夫なのもあったんですけど、マグニフィセントとか。まあ、マットのやつは割と大丈夫だったかなって感じ。ただこういう艶出すともうベタベタになって、最終的にゴミがいっぱいくっついちゃって、もう洗ってもダメで捨てるっていう羽目になったのが、昔の動画で結構出してる。 オリジナルウルトラマンの9割ぐらいは捨ててますね。もう捨てちゃった。ダメになって。結構遊んでたんですよ。うん、ウルトラウーマン名車とかさ、ウルトラマンケンとかさ、あとなんだっけ、あのー、ヘルプとか。<laughs> 今でも覚えてるぐらい、そう。だからまたその子たちもね、作り直したいっていうのはありますね。せっかく設定とか考えてたからね。ウルトラマンネオスタークの設定は特に考えてないです、まだ。 ただ、ネオスがちょっとボロボロで家にあったので、あ、次これ行こうと思って、どういうとそうしようかなと思って、直すのか、あの、オリジナルにするかだったら、まあ、オリジナルにしたかったんで、あ、ウルトラマンダークのネオスバージョンってないなぁと思ったんで、ネオスダークにしたって感じですね。だから、これから設定を考えていって、まあ、もちろんネオスと戦っていくウルトラマンにはなってくるんだけど、と思うんだけど、ね、最強な、まあ、ううあの敵という感じではないかな。うん。 最強モードっていうのもあっていいけどね。これの怪獣体というかさ、もっとこう、ゴテゴテした版とかをパテで作っても面白いんだけど、まだなかなかね、パテで作るとこまではね、なかなかまだ、まずはもうちょっと塗装を極めたいなっていうところもあるし、ね、でもね、もうそこまで言ってたらね、あの、永遠に極めるなんて難しいから、もう早めにパテもいっちゃってもいいかなと思うんだけどね。パテで持って、ヤスリかけたり、そこをなんか、こう、まあな、デザインナイフでちょっとこう、 モールド入れたりとかしていくんだろうけど。昔もやったんだけど、まあまあ、うまくいくんだよね。でも、やっぱ、全然、やっぱね、あの、子供の宝石レベルだったんで、これからはちょっと、もうちょっとね、クオリティ上げて、最終目的は、オリジナル装備を作って、まあ、皆さんの元にね、お届けしたいですね。販売というか、うん。スーベースとかにも出たいね、そういうので。 やってみたいね。そういうの。今んところまあ、松野はで、ね、出したいなと思ってるんだけど、そう。まあ、松野はね、そんな難しくないから、あとはね、原型師さんをね、おにお願いするからよな、原型を。もしくは自分で。うんって感じ。難しいね。自分でやるか、腕のいい原型師さんにお願いしてかな。まあ、塗装とか組み立てとかは自分でやるとしてって感じかな。松野。ちょっと考えても、うん。 ねっなんか粘土でこう一回原型作ってそれを金型屋さん持ってってこう切る場所とかあるじゃんパーツ分ける場所とか。一応マツドンはね、パーツね、4パーツだからそんなにあれなんだけど、そういうのも考えてますね。皆さんもぜひね、皆さんっていうか、あのなんか視聴者の方であの、ソフビこう作るの詳しい人とか、なんかこういうことならお手伝いできるっていう人はね、コメントとか DM とかいただけると助かります。はい。 今回はウルトラマンネオスザーク作ったよっていうお話でした。バイバーイ。